はようございます、千葉県の道の駅湘南さんで一泊させていただいたのは、3週間ほど前ですかね。はい、今日はね、早起きして自宅からやってまいりました。国道1号から国道10号、ほぼ一気通貫一筆書き、13日目になりますね。今日自宅から来ちゃったんで、一気通貫一筆書きじゃねえじゃねえかと、突っ込まれそうですが、ほぼということで、よろしくお願いいたします。さあ、国道6号の途中ですね。サクッとやっつけようと思います。はい、国道6号に復帰いたしました。はい、茨城県に入りました。カッパと大仏がいる牛久市。はい、牛久大仏でも見ていきますか。おお、でかい。わ、でっけえな、思ってたよりはるかに。はい、まだね6時なんで入場はできないですけどね。いやー、こっから見てもでかいな。はい、国道6号に復帰いたしました。土浦。はい、水戸までやってまいりました。はい、やっぱり水戸はですね、入るのも出るのも渋滞しますね。インスパイアザネクスト日立。はい、国道6号ね、太平洋側を走っておりますが、やっとここで海が見えましたね。はい、国道6号はね、ほぼほぼ太平洋沿いを走ってるんですけど、なかなか海が見れないので、六角堂にちょっと立ち寄ってみます。おお、あ、綺麗な海だな。太平洋でもこんな綺麗なんですね。角度がこれですか。ああ、潮のいい香りがしますね。これはどうなってんの、中も六角の穴が開いてるんですね。仏堂だけど、茶室でもあるということなんですね。
ああ、どっちかっていうとあっちのあそこの展望台から見た方が良かったのかな。ということで、さっきね下から見た展望台までやってきました。はい、国道6号に戻りました。はい、福島県に入りました。ようこそ勿来。勿来っていうとこなんですけど、まあ来るなかれという地名なんですよね。まあ今私は東京方面から来ましたが、まあその昔大和朝廷にその逆らう蝦夷っていう人たちですね、まあ蝦夷とか東北の人たちは、これより南に行くなという意味でここにね関所があったらしいですね。なのでまあ来るなと、これ以上南下するなという地名らしいですね。はい、雨が降ってきましたね。まあまだ梅雨ですからね。国道6号はね、5、6年前に走った時は、廃墟になったロードサイドの大型店とかが残ってましたけど、だいぶもう撤去したんですかね。この辺はまだちょっと手つかずなんですかね。はい、お昼いただいていきましょう。はい、道の駅浪江さんですね。ね、せっかく浪江に来たんで浪江焼きそばをいただきたいんですけど、どっちだ？お、あ、お酒作ってるんですね、ここでね。ここはスイーツしかないみたいだな。はい、浪江焼きそば大盛りです。いただきます。浪江焼きそば、すごい麺が太くて美味しかったですね。甘いものは別腹、ワンクリームのコッペパン、いただきます。うん、うまい。はい、ごちそうさまでした。さあどんどん行きましょう。相馬市に入りました。はい、宮城県に入りました。はい、またまた本降りになりましたね。さあ、阿武隈川を渡ります。はい、国道6号はですね、ここで国道4号と合流しますが、ここが終点ではないんですね。しばし国道4号と重複いたします。
はい、やってまいりました。ご存知、新潟県ですね。こちらがですね、国道6号の終点となります。はい、ということで国道6号ゴールです。お疲れ様です。はい、ということで、国道1号、2号、3号、10号、9号、8号、7号、4号、6号と、完走してまいりました。残り1本、国道5号ですね。これはですね、函館札幌線なので北海道なわけですね。ここ仙台からですね、まあ、青森まで走って、フェリーに乗るという手もまああるんですが、そうなるとですね、もうすでに完走している国道4号ですね、約370キロから80キロ2度書きすることになるんですよね。まあ、なるべくね、2度書きはしたくないなと。まあ重複してるところはしょうがないにしても、まあもう一回走っちゃってるんでね。なので、ここ仙台からですね、フェリーに乗って苫小牧から上陸したいと思います。苫小牧からですね、国道5号のスタート地点までですね、約70キロ、まあ主要国道をですね、370キロから80キロ2度書きするか、主要国道じゃない道を70キロ走るかの、まあ、2択になるわけですが、まあやはりですね、走ったことのない道を走りたいと、いうことで、仙台から苫小牧に渡りたいと思います。それでですね、まあフェリーの時間までまだちょっと時間があるので、軽くね、登山をしていこうかなと思います。はい、準備 OK ね。飲み物も持ちました。さあ、じゃあ登山に行きましょう。はい、登山口までやってまいりました。じゃあ山頂目指して登りましょう。はい、登頂いたしました。日和山山頂、標高3メートルと。はい、ここがですね、日本一低い山と。これどう見ても、人工的な盛り土ですよね。なんですけど、なぜかここは日本一低い山ということで認定されてるらしいんですよね。滑落危険と。そうですか。まあ危険といえば危険かな。熊出没注意。高山植物採取禁止。悪ふざけしてますね。悪ふざけしてるんだけど、これは本当なのかな。鳥獣保護区特別保護地区、環境省と。そうなんですね。遭難注意、落石注意か。なぜ山に登るか、日和山があるから。はい、日和山でした。はい、手続き完了。出港が19時40分ということなので、まだ2時間ぐらいありますね。まあ動画の編集でもしましょうか。
おー、はい、これがエコノミーシングルってやつですね。うん、車中泊と大して変わんないな。はい、じゃあお風呂が先かご飯が先かだな。うん、はい、ここがお風呂ですね。レストランはどこにあんの。うん、もう並んでるね。何時からオープンなんだろう。はあ、雨はね、完全に止みましたね。まあちょっと内陸部は雲がかかってるな。さあ、現在、16時46分か。まだ出港までね、小1時間ありますね。どうしようかな、ご飯先食べちゃおうかな。うん、いいお値段だけどね、酔う前に食べちゃいましょう。うん、ほうほう、うん、良さげだね。はい、バイキングですね。結構種類いっぱいありますね。はい、美味しそう、いただきます。はい、まあビジネスホテルの夕食バイキングっていう感じかな。まあ種類はね、思ってたよりはありましたね。まあまあまあでした。はい、間もなく出港ですね。重油の匂いとかはもう一切しないですね。まあでもまだ離岸してないですけど、それでもやっぱりなんか揺れてるね。やっぱ出港前に晩ご飯は食べた方がいいのかもしんないな。早速、酔い止めの薬を飲んでおきました。長いですからね今回。はい、離岸し始めましたね。はい、現在20時20分ぐらいですね。まあお風呂に入ろうかと思ったんですけど、一回寝ようかな。なんかやっぱり結構揺れますね。はい、で明日の苫小牧着岸が昼の11時ということで、まあたっぷり時間はありますんでね、一回寝てからお風呂入ろうかな。はい、ということで、明日からは北海道でございます。はい、では14日目に続きます。おやすみなさい。